ことやけん、お父さんは用途指導せないかんって話でしょ。違うんですか、法律がどうのじゃなくて、ね、すいませんけ、もう、だって普通、ほら、こういう方、いくつしません昔だったら。警察沙汰とか、裁判沙汰とかって言ったら、恥やけんって、家の恥っていうか、ね、もう恥の文化終わったんですかね、そういうのが、まあ、常識だとは思うんですけども、まあ、困ってる、ね、ちょっと警察を、うん、まあ、なんていうんですかね。いやいや、だけどほら、要するにね、ちょっと今言った通り、あの救急車を呼ぶほどもないのに、勝手に救急車どんどん呼ぶ人と、ちょっと私、今回似てるなと思ってます、実は。まあまあ。うん、感じだと思うんですけど、ね、私もうちとしては言われたらですね、うん、そうするしかない。いやでもね、昔の刑事さんはね、教育的指導があってましたよ、そうやって。そう、親御さん。そうよ、普通は。いやもう今弱いですよ、警察。ああ、ダメ、そんなもう強くなっていいと思いますよ。だってすげえ叩かれますからね。すぐ叩かれるって、だってさ、考えてみてよ、そんなのもさ、大体普通被害届けやら出すとこやったら、あの普通じゃ周りの人様はって感じやな。あの逆にすぐね、ね、じゃあ今ね、はっきり言って、子供が、普通ね、子供が独立してどうのとか言ったら、そら勤務地が例えば福岡と東京やけん離れて暮らすとか、ね、そら仕事の関係でありましたよ、確かに。だけど、そうじゃない場合、そんなすぐ近所に住むとか言ったら、ね、結婚してとか、ね、よっぽどなんかこう、寮に入ってどうのこうのせないかんような仕事だとか。じゃない限りはまあ別に住まないわけじゃないですか。でもまあ別に住んでるってことは、それだけまあ好き勝手してる息子ってことですよね。ああ、ただそれが出入りするってことはよ、はい、鍵かけるところに入れとかな、うん、と思いませんか。だからですね、うん、その出入りしますよ、そら。だからまあその法律でも、うん、まあ、経営が免除されるっていうふうになっとるんですけども、うん、いや法律ありきじゃないと思っちゃう、私これもなんか道徳かと思うんだよね。もそうです、うん、だから言われる通りだと思うんですけども、うん、いやまあまあまあこれだもう今時あれですよ、その親子喧嘩になって、うん、それで通報してくる人がいる時代やからですね、どうしたらいいですかって喧嘩してるんですけど、殴られそうなんですけど息子にとか、そんな時代ですよ通報されたらいかないとあんのですよ、うちは。いやこれをね、ケンさんに私はお説教する気はないんだけど。いや、そう、じゃあ常識的な考えだと思うんですけどね、うん、それがですね。いや、だけど結局これはね、これが恥ですもんね、そんな大体が。それね、確かにね、こんな学生、若い人からとっとけ、本当はお父さんと確認せないかんかったら確かに。でもね、そこまでは専門やっぱ話聞いて、それでお父さんが親切譲られたけどね、うん。で、それで売るって言うような、それは受け付けわけかも。いや、でも、まあ、受け付け統計にものは出てきてますからね。うん、まあ、いやでもこれ、どうしたいって言いましたと。そう、まあ、だけど、その辺は鎌田から説明はなかった。何も一応返すってだけ、何、あ、これを返しますし、あ、いや、うちはね、はい、いや今後はそのどうする、これはおそらくですね、お父さんが取りに来られるようになってた、そうだね、うん、買い取りで中、うんですね、はい、今日の日付でいいんですか。今日の日付で、ごめんなさい、その話はちょっと私がちょっと昨日まで出張しとったけ、うん、あれでした。いや、でも私、この親子でね、あの、確かにね、昔ありましたよ。内助の子で奥さんが七人に切れて、あの、ロレックスを持ってこられた時にね、うん、あの、ご主人のものを持ってこられてると。うん、そしたら、ほら、普通、奥さんが行きたがらない、うん、あの、ご主人が七人に行きたがらない。いろいろありますよ。ね、だってお金借りに行くところってやっぱ行きにくいとこだから。はい、うん、で、それで、奥さんがあの男性 そのロレックス持ってこられてたんです。で、私はそのあんまりこと細かに聞かなかったんですよ。要するに、まあ、奥さんがなんか組めに来たのやろうかなと思って。はい、ただ、あの男物の時計をね、その女性が持ってきてね、その少しでもおかしいと思わないんですかって言って、その奥さんが結局持ってきたものをね、ご主人が私に怒ってありました。うん、家内が来たらもう、その取らないでください。いや、取らないのはいいですけど、どこに行かれたからまた分からなくなるでしょうからね、じゃあ安く取っといてあのご連絡しましょうかとか言ってね、そんなのありましたけどね。でも、刑事事件にはしないじゃないですか。うん。まあ、そうですよね。あ、てか、そうか、夫婦の場合は、小さい財産は共有の財産とみなされるから、犯罪じゃないというのがありますね。まあ、夫婦もそうですね。親族相当令が適用される。で、親子そうです、血族。はい、で、それで、なんて、さっき今、なんか法律言ってやったじゃないですか。なんか、私の一番最初。なんか、ほら、それでも。あ、そうです。親族相当令っていうのは、結局、その、刑を免除するっていうだけなんですね。だから、まあ、その前の、その警察が、
犯人捕まえ、うん、被害届を取って、うん、調べて、うん、検察庁に送致して、うん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 、っていう手続きは別にその親族相当令が適用されるから、うん、その手続きはできないっていうわけではないんです、ね。なるほど。で、それをするんですか？で、それを、まあ、結局でも、意味ないから。うんうんうん。ない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 よね。ないですよね。他の仕事した方がいいと思う。ああ、いやいやいや。もっと、もっと。まあ、大体はその、そういう意味がないんで、まあ、大体、被害届は出さないっていう人とかも出して。てか、そういう指導があってもね、本当、大丈夫、家庭のことですから、家庭でしっかりやってくださいんですけども、じゃあ、できるでしょ、と。もう、たまらんね。たまらんね。言われると、まあ、確かにできるっていうのがある。いや、でもさ、私さ、あのね、うん、私ね、まあ、こんなの私思うんですよ、どっちかっていうと、こんなのね。あの、要するに、はい、法律ではなくてさ、うん、なんか、法律ではなくてさ、こっちじゃない？まあ、何が正しいか正しくないか、倫理観に立って判断するみたいな。はいはいはい、でそれでさ、道徳教育とかなんかをもっとね、強化しましょうって日本は言うけど、あの、いや、ほんとそういう時代よね。なんか、偏差値ばっかり、あの学校の勉強詰め込み学習ばっかりしてさ、なんか本当のこっち側がね、私たちの世代からはないですもんね、ほんとはね。本当いかんか。自分たちですね、まあ、何でもできる。だけどね、結局ね。裁判にまで持っていくというのはさ、例えば本当は自分はその人を殺してないのになぜかそうなってしまったって思って言ったら、ほら、その人は要は自分はしてないって、自分はその悪労じゃないってことをしっかり立証したいっていう時に裁判に持っていきたいとかいうのがあるじゃないですか。その裁判は私あると思うんですよ。もういろんな人を巻き込むけど、もうその要するに私はしてないってね。でそんなの裁判ありですけど、なんか不毛な裁判があるじゃないですか。特になんかその民事は特にね。私もそんな消耗せんと思うからしないですもんね。なんかそしたら弁護士さんの商売上がったりかもしれんけど、あとね、どうかって弁護士もなんかもう今この頃、あれですもんね、クエスチョンな動きしないですけどね、あの、それを食い物にしておくみたいなね。まあ、いい弁護士さんも今、おっしゃってね。まあまあ、そうか、そちらはどちらかというと、あの、ケンジさんが、ああ、そうですね。うん、さんはまた、あの、またちょっと、そうですね。対立する側。対立する側？対立するの？まあ、だいたいその、向こう、弁護する側だからですね。私たちがやってることに対して、ねえねえ、全然話近くで、ほら、あの、どこの人、ほら、あの、胴体とあれとか切断されとってから、うん、なんてあったじゃないですか。ポリポリの時計が、そう一応、質より入れされとって、それは全然関係ない人がやったっていうので、あれ、あの事件どうなったんですか？まだ継続捜査中です、ね。あんなの、あれ、ま、ねえ。がやってるじゃないですか。これはどうしますか？あ、ですね、認定室の時と一緒で、もう、これは所在地ですよね、この店の。で、まあ、原町の。あ、でも、ま、ですか、ここね、春町って読むんですよ、これね。春町の春町室。いやいや、春町の春町室。あ、春町の春町室だよ。これ、春町って読むんですよ。なかなか読んでもらえないんですけど。あの、原っぽの原で、ほら、長者丸とか、館丸とか、白木丸とかして、はいはいはい、春って読むんですよ。なかなか、ね、店名会、下に店名会ってもらって。ね、一応、株式、はい、ここの、あ、この、このだとね。これ、うち、これ、全然違うっちゃうね。じゃあ、分かった、正しく書きます。はいはい。で、書いてもらって、また、あの、店長さんのお名前。じゃあ、あの、正式に書いておきますね。はい、お願いします。だから、河川署ができる前は、あの、はい、東署の管轄だったから、東署に、一緒だったからですね。昔は、あれだったよ、私物台帳をちゃんと判子もらいに行ってました。西安の方に。そう、ね。で、それがこう、あの、昔は一冊じゃ済まなかった三冊必要だったからですね。はいはいはい、その木の途中にこうね、バサバサと持ってってました、ね。今は、あの、買い取りの方が、あの、多いんで、台帳が一冊です。まだ最初、台帳は一冊半なんですけどね。うん、最高よく、あの、利用してたところで三冊なんです、年間ね。うん。うん、今はもう、それが、七の方に、あの、買い取りの方に出るんで。台帳もないとこある？あのシステムが入ってればもう台帳はなくてもいいことになってるけど、でもやっぱりこう人って書いて覚えるところがあるんで、確かに、うん、私は残してます。そのみんながこう字を書くっていうことを残した方がいいと思ってるんで、こう入れるだけじゃちょっとだ、字覚えないからですね。
お客さんも分かる、うん、そうそうそう、はい、とかやっぱり人間が脳みそをこう、するためにね、うん、こう書くことを覚え残すとかいいかな、書いた方が絶対違うと思うでしょ、うん、って思ってこれが、それがですね、売り渡し証の分、ね、ああ、はい、はい、これのこと、はい、今度売り渡し申し込み証、はい、いや、それが5月末が決算のもんですからね、すいません、いや、それだ、棚卸しの時に品物やっぱないのはまずいかなと思って、すいません、いいえ、すいません、私たちもね、こういう事故があるのとないのじゃ、全然こう、成績が違ってくるんですよ。だからね、今年は何もなくて、よかったなと思いながら。ここは、何店舗か？いや、もううちはこの1店舗だけです。はい。私の母が昭和59年に創業しまして、会社にしたのが、何年かな。40年近く。あ、え、40年にならないですよ。今年の夏で29年です。あ、そうですか。ああ、そっか。で、会社にしてちょうど20年ですね。うん。長いもともとの実家が質屋なので、はいはいはい、うん、で、まあ、うちの父がどちらかというと、はい、まあ、商売が下手な人で、うん、うん、だから要するに質屋じゃなかったんですけど、はい、商売が下手な人だと思うんですから、ええかっこしいなんですよ、なんかね、商売の仕方がね。それでちょっとね、まあ、父と母が離婚することになりまして、はい、そしたらこれがロレックスの分になります、はい、で兄がいたんですけど、私も、はい、兄が交通事故で亡くなりまして、そうなんです、はい、だからうちの母は多分その頃あれだったと思いますよ、兄を頼りに、兄と、はい、最終的に、まあ、お店をね、こうやってこうやっていくことを、はい、要するに、まあ、うん、考えてたんでしょうから、うん、兄が亡くなった後、半年くらいぼーっとしてましたよ。どうしようかなって。で、まあ、兄はお金を、ちょっとまとまったお金を残してくれた、保険をね、うん、残してくれたもんですから、だから、まあ、それを少しずつ切り崩しながら、ちょっとパートでも働きに行って、私たちをね、まあ、お嫁に出すまでが自分の役割だと思ってたらしいんですけど、うんうん、いや、でも何かあった時に、やっぱね、実家がきちんとしてるっていうのが、あなたたちにとってもよかろうかなっていうので、うん、まあ、商売始めたんですよ、うん。で、私はね、高校の世界史の先生なりだと思ってたんですよ。うん、だけど、あら？母が一人で始めて忙しそうで、ね、うん、これ風向きが変わったなと思ってたんですよ。うん、で、もう気がついたら手伝ってましたね。うん、でもずっと。そうそう。で、せっかくやるんだったらね、はい、せっかくやるんだったら、いい形に、していきたいなと思ってね、うん。やってる最中ですね。だから、いっぺん、あれでしたよ。畑江さんからも、はい、なんだっけ、ほら、だけ商売を一生懸命やろうとしてるから、はい、ね、誰と取引するかとかは、ね、はい、うちを頼って来られてる人を、ほら、この人とは仕事しない、この人誰とかいうの色分けするのとか違うと思ってたんですけど、うんうん、だんだんね、なんだろう、教育指導を受け、教育的指導を受けたんですよ。ね、まずいな、この人は違うなっていう人と取引しないで、いいお客さんとばっかり取引してごらん。そしたら、いいお客さんしか集まってこなくなるよって言われたんですよ。あ、大変です。そう。うん、そう。で、私は、それで成り立つんだったらそれでいいけど、成り立たないかもしれないっていう怖さがあったんですよ。でも、うん、いや、そうかもしれないと思って、そういうふうに本当してったら、うん、本当に、うん、で、他の質屋さんを知ってる子が、今回、まあ、5月から入ってきてるんですけど、うん、本当に綺麗な商売してますねって言われるんですよ。うん、うん、よ、そうよって、だって、昔ね、そういうふうに、いわゆる、例えば、今回とかは本当によ、ヒットでしたよ、こんな人ね、うん。だけど、ほら、
もうぐ黒だなと思ったらしないんですよ、うんうん、っていうのが分かるようになるのにもある程度時間がかかりました、うんうん、だって本物偽物が分かって、うん、相場が分かるまではある程度努力したらいくけど、この人と取引するかしないかを結局判断するの、うん、もしくはあのこの人は報告した、要するに申告した方がいいとか判断するのってある程度必要ですもんね、うん、感性が、うん、はあ、うん、分からん、人を見る目っていうのは、うん、そう、で、それで会社が儲かるための数字だけ追っかけてるところだったら誰も断るなら取れっていう話になってるでしょうね、うんうん、でも断ることも勇気ですもんね、うんうん、そうするな、もしくはもっと協力的にできるのであれば、うん、あ、これは完全にまずいなと思ったらやっぱほらある程度その人の足掛かりになるものをちゃんと資料残しといて申告するとかね、うん、そう、だからあの昔受けましたよ、あのそんな風にヒントをもらいましたよ、うん、何十年も質屋さんばっかりも、ね、あ、いろんな質屋さん見て守られてるからですね。トミさんもうすぐ定年ですか？まだまだ？いや、まだですね、うんうん、はい、心強いですね。でも本当今回のは大体こんなん簡単に警察の方に言うじゃないよ、自分の言葉やろ、ちゃんと自分の言葉、ちゃんと自分の言葉がちゃんと指導せなってね、あの奥さんとか旦那さんはなかなかすげえ、奥さんが旦那さんの放蕩ぶりをたしなめる、逆にあれってなかなか難しいですよね、けど子供は教育できますもんね、子供は教育しないとね、そっか、そんな時代になったんですね。変にね、頭でっかちだから知識だけ、その法律的なことばっかりみんなかざしてね。うん、その法律の前にその人道的見地がありきと思うんですけどね。ここ反抗しますね。はい。じゃあとにかくこれはあのそのご本人が、はい、あの連絡してこられるまでちょっとうちの方に待機して持っていた方がいいですね。そうですね、そして、まあ、向こうの方からあの、まあ、連絡が来ますの でそれでもう、まあ、お湯まで買い、うん、その金額で、はい、はい、あの戻して、うん、まあなぜこれだけの円高になって、あの円安になってますから、うん、あのこんなあのこんなことになってるんですよ。だからそれはもうこの金額で手放されるのは欲しいと思いますよ。その方も。今ね、あの、こんなことになってるんですよ。正解のただ。うん。と。あ、そうなんですか。そうなんですよ。うん、で、これはこれ中古市場にも連動します。うん、なので、今高く売買されるんですよ。うん、逆にいっぺんうちに来られてうちが査定し直したらこれ多分あの55万円とかになります、今だったら、うん、そう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 、この時よりもこれ3月でしょ、これの時のもっと上がってますから、うん、お店としてはそうですよね、そうじゃないです、今いつも高く査定するんです、うちは、私たちの仕事、あ、損しません損しません、50万であれなんですよ、今やったら505万で売れるんですよね。いやいや、55万どころじゃない。あの、もっと高く売買されます、ね。市場だったらですね。うん、で、だから、まあ、しょうがないですよ。それ動かせちゃいけなかったわけですから。それは、いや、だって、違う。うちに来てることが間違ってるわけですから。元の人に戻すわけでしょ。うん、なので、
ただね、これをね、その、この50万を返してもらうな、返され。そうね。うん、さすが、最低、最低。うん、ほんと。いただきます。いいえ。なので、あの、ちょっと、そのお父さん、早く、あの、うちの方に来てくれることを願ってます。うちに来るべきもんじゃないもので商売するのは、それは違うからですね。ただ、その、より分けが難しいんですよ。はいはい。うん。これですね、うん、期限がもう過ぎてるそうなんですけど、流れたかどうか。よし、できるよ。一応、番号出たら、番号出たんですよ。出るってことは、問題ないですよ。問題ないですよ。はい。はい、東署の、はい、後半係の。菅沢と言います。はい、私、春町の吉住と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあこの件で何かあったらまた、あの、はい、はい、はい、私が頑張った。もしかしたら、まあ、必要ないんですけども、はい、もしかしたらまたですね、うん、これを貸してくれっていうことがあるかもしれないですけど。わかりました。はい。じゃあ、なるべく、でも50万っていうお金を作って持ってこないといけないから、息子さん、福さんもどこかつながるかな、これ。いや、お父さんの方がですね、うんうん、多分連絡してくると思います。わかりました。はい。あ、でもそれで、なんで息子から買い取ったんだみたいな感じで、このお父さんから怒られるのが嫌なんですよね、私。言う人いますかね。まあ、そこはね、分かるんだったらどうですかね。そんな、いや、だけど、ね、はい、それは確かにお父さんにそこで本当に息子さんがおっしゃって売りに来てますけど、いいんですかって確かめればよかった、ね、あの、19歳ですからね、はい、今考えたら確かめればよかったなと思いましたね。はい、うん、あの、25、6じゃないからですね。うん、けど、普通ね、お父さんからもらってもすぐ売ったりしませんもんね、本当はね。うん、いや、でもね、まあ、人それぞれだからなと思って。うん、青春のもんもね、ハーレーダビッドセンを売ってからお金作って、あの、東京に行ってましたから、あ、そんなこともあるとかな。あれですけど。すいません。いえ。ありがとうございます。はい。いえいえ。じゃまたよろしくお願いします。はい、どうぞ、そのまま。はい。調べていいよ。あ、調べていいですか。いや、だから調べたらいいよ、はい、それこそ、あ、今日売りを価格とか調べる術はいっぱい持っとろうも、はい、逆にこのぐらいの価格で売買されてますけど、あの、いくらいくらで取りたいですけどいいですかっていう、あの、答え確認の仕方をすると、あの、あれ、うん、そしたら、あの、確認ほうれん草と角煮ってよく言うじゃん。角煮。本体の新品の分で、だいたい1万6千円、5千円、6千円ぐらいで、うん、1万円、1万円。